野田。持ち点は20位 38.34。 あー篠田さん、ちょっと首筋打ちましたんで大丈夫でしょうかね。1回目です。あ、場内から大きな拍手。これは入りすぎてロイター板の外へ出てますね。あ、このように足を踏み外してますね。狙った技は何だったんでしょうか。ロンダードからですね、着手して、後方の宙返りの中に伸身で1回ひねりをやるんですね、はい、10点満点なんですけれども、しかし今日はこれは2回飛んで良い方ですから、もう1回、はい、チャンスはあります。頑張ればね、何とか持ち直してもらいたいですね。脳震、軽い脳震盪起こしてますかね。でもどうですかね、この状態は。さあ頑張れ篠田。心配そうな塚原コーチです。盛んに頭を叩いておりますが、ランプが青になるのを待っていますが、日本のエース、昨年は中学生、全日本のタイトルを取りました篠田。タイミングを測っています。ロンダードから後方の今度は頭をついてしまいましたが、やはりちょっと頭を打ってバランス感覚がなくなってますか。しかしちょっとこの後ですね、篠田選手は段違い、そして1回休んで平均台ゆかと演技を続けますが、ちょっと心配な状態になってきましたね。手が滑ってますね。馬にしっかり乗っかってなかったですね、今の状態は。そうですか。